ノーマン・ハローズはイギリスの陸上競技選手である。彼は1908年に開催されたロンドンオリンピックの1500メートル競争で銅メダルを獲得した。フェルステッドスクールで学び、オックスフォード大学のキーブル・カレッジへ進んだ。1908年に自国で開催されたロンドンオリンピックには1500メートル走と3マイル団体の2つの競技に出場した。 ロンドンオリンピックの1500メートル走競技は15の国から44人の選手が出場して7月13日と7月14日の日程で実施された。ハローズは予選3組で当時のオリンピック記録を更新する4分03秒4の記録を出し、全体でも一番良い記録で決勝に進むことになった。決勝では予選よりタイムを落としたものの、 アメリカ代表のメルビン・シェパード、イギリス代表のハロルド・ウィルソンに続いて4分04、秒例の記録で3位となって、銅メダル獲得を果たした。なお、3マイル団体競技ではメダルを逃している。オックスフォード大学を卒業した後は、リーズ大学において科学者となった。その他に、セント・トーマス病院で医学を学び、バルカン戦争時に、赤十字活動に加わったり、 照明工学に関する書籍を共同執筆したりするなど様々な業績を残している 1.609344km4.828032km このオリンピックの 1500m 走では予選を1位で通過した選手だけが決勝へ進むことができた予選は44人を8つの組に分けて実施されたが各組の人数は3人から9人までまちまちで ハローズと同じ予選3組で走ったイタリア代表のエミリオルンには同様にオリンピック記録を更新して全体でも2番目の高記録だったのにもかかわらず決勝には進むことができなかった。アスレチックス・アット・ザ・1908ロンドン・サマー・ゲームズ メンズ1 5 0 0 m r r ON ON、r、e t、e、r e s r o u n d o n e s p o r t s r e f e r e n c c o m 2 0 1 5年9月17日閲覧。アスレチックスアットザ1908ロンドンサマーゲームズ メンズ 1500METRESFINALSPORTS-REFERENCE.com2015 年9月17日閲覧。アスレチックスアットザ1908ロンドンサマーゲームズ。メンズ 1500METRESSPORTS-REFERENCE.com2015 年9月17日閲覧。 サンマイル団体競技は、各国5人の選手が1チームとなって走り、チームの上位3人の順位を点数化して争われる、競技だった。イギリス代表チームは、上位3位までを独占して、金メダルを獲得したが、ハローズは、全体で7位となって、イギリス代表チームの中では5番目の成績だったため、メダルは重要されなかった。アスレチックス・アット・ザ・1908ロンドン・サマー・ゲームズ。 メンズサンマイル teamroundonesports-referenc.com2015 e 年9月17日閲覧。アスレチックスアットザ1908ロンドンサマーゲームズ、メンズサンマイル teamfinalsports-referenc.com2015 e 年9月17日閲覧。 アスレチックスアットザ1908ロンドンサマーゲームズメンズ3マイル TEAMSPOORTS-REFERENCE.com、e、2015年9月17日閲覧ありがとうございます